静かな結構息を潜めて Let's make it happen my way 静かな結構自由を求めて You come around the clock The sound that will never forever 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 それ、お前あっち向いてくれ、あっち向いてくれ、あっち向いてくれないと。セルフィーモード。ああ、し。どうなんかさ、どう？リリックは。リリック？ちょっとまだ決まってないんだけどさ、あの C がつく言葉でさ、三文字とかでさ、ない？なんか最後悲しい話し愛し自分の意思でなんだけど、悲しい話し愛しをちょっと変えてえなと思う。悲しい話し愛し。悲しい話しを。悲しい。話しをちょっと。見して、お前とりあえずこれで、いいんじゃない、とりあえず一回、あ、ここからっすよね。ギャスアンナンザスワテランネア俺が惚れてスワクナチア覚悟が違うのファンタジスタ覚悟違う俺の人生いや今死んでもいいバカバカしい綺麗に散る尺薬作灰や悲しい話愛しい自分の意志でシャウト溺れるね溺れるある笑う Gonna put my heart to be in the air You ready to go shoot out right now Just gonna kick the 息を完全にエイトビート忘れてました。もちろんなってドゥ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 ってエイトビート。あの いい感じですか、うん、2人一緒に撮ってて。でなんか共同体って感じする。共同体一緒にやってるからね、初の試みだもんね。通じないっていうか、あんまり通じないよね。そうよっしゃー、まあ、あそこ、ここまでいけたね。1回6回とかじゃなくて2人で肩組んでどっちか転んだらもう1人転ぶみたいな。ここまでいけたしかないからさ、ないよね、うん、どんどんなんかこうやってグッてグルーヴが合っていく感じ。いや、そうだねそのやってるよ、もう BBA 途中あたりから、まあ、全然乗ってくよね。どう、でもハギちゃん立ってやってるじゃん今回。だライブに近いよね。ライブに近い。今までのレッグって結構シビアだったじゃん。うんうん、今までとなんか違う感覚でやってる感じ。なるほどね。いや、めちゃくちゃいいっすね。やっぱ一緒にドンってこのリズム隊が2人で撮ってんのなんか見ててもエモいっすね。で、なんかその乗ってくる感じ、お互い、お互いの調子があるじゃないですか、そのテイクで、引っ張り合ってる感じがすごいいいっすね。いいいいっす。何もやってないですけど。何もやってないですね。なんだったら今日、サックスも入れないですもんね、時間的に。入れないです。今日ヤジ飛ばしに来ました、ね、最後ら辺になってくるとみんな疲れてくるんで、そこまでちょっと体力、いや、盛り上げ隊長だもんね、はい、前回のレコーディングももろね、俺の時にめちゃくちゃ盛り上げ隊長してくれたもんね。
あのレコーディングじゃなくて俺は大きな声を出すガヤ担当ですか。ガヤ担当で来てます。ここまで今のじゃダメだ。ここをこの形なんだけど、この2つの指を離して当てる。幸せじゃない？うわ、おかしさ。やばいな。こんなことになるとはな。結構息を潜めて Let's make it up in my way Just gonna 結構自由を求めて You can around the ground 結構息を結構息を OK ちょっと調整していい？そしたら I don't wanna do Just gonna follow my happy You're ready to go Show how I knowLook at me now, lucky me now, jumping like a jack. Hey, theory さえも覆す Baby, I know what I mean. 誰も彼も真似できないステスが手術したい。I'm not a rap, but I'm gonna be scared of the rap, yep! Just gonna get cool, その手につかめ。Now you can take the chance.おはようございます。おはようございます。諸星くん合流です。合流です。おはようございます。はい、今日はミックスです。はい、どうですか？これ結構ガッツリこれで決まりますもんね。はい、気合入れていかないといけないんで。もしかしたらインメジャーの E マイナー一発のところが気になってるのは、あのレンジちょっと高くつけちゃったの。多分動かないからもう一個下げてもいいかもしれない。でもそうするとあのそうサビは多分あのギターのアルペジオが入ってくるんで、あの逆にイカスイードぶつかっちゃうなって感じがするんですよね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。無事ね、納品が、はい、今回代表としてサナピーとモロが行ってくれた。いや懐かしいっすね。もはやあのトラックをさ、それこそスタジオでさ、うん、みんなで曲作りたいと思ってさ、お聞かした時にさ、ドンパドンパ流してたって、こんな感じなんだけどって言った時にみんなが一瞬黙るっていうのがすごいことです。一瞬の間みたいな。一番最初の話？一番最初の、このプレゼンをした時でもセブンオーダーにしてはさ、なんか違ったじゃない、作曲がまた。そうね。で、やっぱその7人で作るそうオリジナル曲で戦える、まあ、混合フェスとかもあるじゃないですか、うん、僕たち。そうね。そこに向けての、うん、なんか1曲が欲しかったんですよ、このタイミングで。でね、まあなんかみんなでこう歌詞とかリリックとか裏テーマに沿ってね、マルセロのルーレットマルセロ、うんね、サッカーで、ね、サッカーのねサッカーがテーマだったんで、言うと、いや、マルセロじゃなくていいかみたいになったけど、いや、なったマルセロは絶対残した方がいいそのままの時だったよマルセロじゃなくていい、いや、マルセロがいい、うん、マルセロ起用されまくったよねこれをまたパフォーマンスにしてライブとかでやるときどんな感じになるのかっていうのを楽しみ、だからもうあれも絶対にライブでやるときは皆さんこう腰をこうそうウォーンとこうやってください。でダンスのときはこうみたいな、なんかわかんない、ミュートがオーバーラップしてくる、ミュートとあの両サイドからオーバーラップしてくるあのマルセロのときにやってほしいこととかありますか？こうやったらこう辛いかって言うんで、うん、マルセロのステップのような時のマルセロの時にファンも、うん、シザースとかこうシザーファンがシザースするんでやばい辛いかマルセロのステップのような時
多分シザーズわかんないと思う。なんかさ、本当にこういうさ、なんかもう冗談マジのふざけたさ会話の中からいろいろ作ってる。いやマジでふざけてる。リリックスとかほぼふざけてるよ。マジずっとふざけてる。中身ないからね。爆笑したまま動画してるようなもんだよ。あ、これでいいねみたいな。でもなんか本当にこの動画で本当にこんな感じで作ってやってるの、ね、多分わかると思うんで。そうだね。ぜひもう、まあ、パフォーマンスも楽しみにしててください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。